静岡経済研究所は新型コロナウイルスの感染拡大による影響の試算試みの試計算を発表しました宿泊客の減少が6月まで長引いた場合県内の経済損失は1000億円を超えると見込んでいます静岡経済研究所は今月7日から13日にかけて 県内40の事業者を対象に調査し宿泊客の減少による経済損失を試算しました試算によると2月は187億円影響が6月まで長引けば累計で1071億円の経済損失が見込まれるということです中国人のインバウンドを積極的に受け入れる県東部の宿泊施設では予約がほとんどキャンセルされ休業するところもあります 県西部では中国人観光客が移動中に滞在する中心市街地のビジネスホテルなどでキャンセルが増えているということですさらに県内でも大手メーカーが宿泊研修を中止するなど日本人の間でも旅行や消費心理を抑制する傾向が広がりつつあるということです静岡経済研究所の担当者は 状況次第では今後、さらに経済損失が広がる可能性もあると指摘しています。